に WHO が60歳未満の健康な人には3回目以降の接種を推奨しないと発表しました。また17歳以下の子どもたちについては最も優先順位が低いとして事実上の不要論を発表しました。しかし日本政府はそれでもなお5月8日から5類に格下げした後も公費を使い追加接種をしていくというスタンスです。 WHO さえも推奨しないものをなぜ我が国はそこまでして追加接種を進めるんでしょうか。この日本だけでなく世界にはワクチンの危険性を指摘するあるいは安全性に疑問を呈する内容の論文法が数多くあります。厚労省も当然把握されていると思いますが米国の裁判所命令によって開示された起こりうる有害事象リストには多岐にわたる疾患障害が記載されています。重大な副反応が起こることを予測できたわけですがそれを承知で接種を推し進め、結果的に今まで多くの方が副反応で苦しんでいるこの事実をどうお考えかお答えください。厚生労働省としては今挙げていただいたような情報も含めて引き続き副反応の十分な情報や国内外の副反応疑い事例の収集に努めます。またそれとともに審議会の意見を聞きながら必要な全会社を講じてまいりたいと思います。このリスクを把握していたのに十分なインフォームドコンセントを実施せず接種を進めてきたことは非常に大きな重大な問題だと思います。